ここでは項と係数について勉強していきます。僕たちはね、ここから文字を使った足し算とか引き算の計算を勉強していくんですが、そのためにもね、今回勉強する項とか係数という言葉はとても大切になります。早速ね、項という言葉から確認していきましょう。式を足し算だけの式にしたときに、プラスで結ばれている数とか文字のこと、これを項と言います。何のこっちゃって感じですね。イメージとしては、ほにゃたす、ごにゃたす、こにゃみたいな時に、このそれぞれをこうというよということです。もっと具体的に考えてみましょう。2x プラス 3y マイナス z マイナス4。これにおいて、こうはどうなるでしょうか。というと、一旦足し算の形にするとわかりやすいです。特に注目点はここですね。このマイナス z のところが、プラスカッコマイナス z になるよと。だって、プラスカッコマイナスって、カッコ外したらマイナスになりますもんね。同様に、マイナス4のところも、プラスカッコマイナス4とできます。ところで、こうって何やったかいなっていうと、このプラスで結ばれた数字とか文字のことなんでね、2x とか 3y とか、マイナス z とか、マイナス4とか、これらをこうと言います。まとめると、2x と 3y と、マイナス z とマイナス4なんですね。だから慣れてきたら、わざわざ足し算の形に直すとか考えるんじゃなくて、前のプラマイとセットで、2x と、プラス 3y とマイナス z とマイナス4とこのように見ます。そしたらね、プラスは省略して答えてあげて、マイナスはね、ちゃんと省略せずに答えれば、すべての項を表すことができてますね。あともう一つ大切な言葉、係数についても分かっておきましょう。係数っていうのは、文字のある項において、文字の前にくっついている数字のこと、それを係数と言います。例えば 3x の係数って一体何でしょうか。っていうと、文字の前にくっついている数字のこと、これが係数なんですね。だから3です。じゃあ次、 A の係数はどうなるでしょうか。っていうと、この A の前にはね、ある数字が隠れているんですね。何でしたっけ。っていうと、1です。 1×A は A ですもんね。文字式の表し方のルールのとこで勉強しましたよね。この 3x っていうのは 3×x と同じ意味だったよと。だからこのね、 A っていうのは 1×A と同じ意味でした。つまり A の係数は1なんです。以上のことを踏まえてね、今回の問題解いていきましょう。次の A から A の式の項を答えようと、また文字を含む項についてはその係数を答えようということでね、A、E、U、A と式があります。まず A から見ていきましょう。 A の項は何やっていうと、 2x と -3 なんですね。分かりにければ、一回足すの形に直しましょう。そしたらね、 2x プラス括弧 -3 ですもんね。これにて項は 2x と -3 と分かります。さらに文字を含む項については係数を答えると、つまりこの 2x の係数はどうなりますかという問題もあります。係数っていうのは何でしたっけ。っていうと、文字の前にくっついている数字のことでしたね。だから 2x の係数は2と分かります。じゃあ次、 E 行きましょう。 E の項は何でしょうか。っていうと、 -A とプラス4ですね。前のプラマイとセットで見れば分かりやすいです。で、プラスは省略されることが多いんで、-A と4、それが項となります。じゃあ次、文字を含む項についての係数。項、-A の係数はどうなるでしょうか。というと、係数っていうのは、文字の前にくっついている数字のことやと。今回ね、この A の前にはどんな数字が隠れてるでしょうか。というと、1が隠れてるんですね。だから係数は -1 とわかる。という流れです。じゃあ次、U 行きましょう。U はね、分数で一見ややこしそうですが、考え方は一緒です。まず項はどうなるかなっていうと、5分の 2x とプラス2分の1なんですね。で、プラスは省略されることが多いから、5分の 2x と2分の1です。じゃあ次、文字を含む項についての係数を調べましょう。5分の 2x の係数はどうなるでしょうか。というと、係数っていうのは文字の前にくっついている数字のことなんですからね、もう5分の2とすぐわかるという流れです。じゃあラストへ行きましょう。A もね、分数でパッと見ややこしいですが、やることは一緒です。項は何かなっていうと、前のプラマイとセットで考えて、マイナス4分の3とマイナス3分の y と、このように分かります。じゃあ次、文字を含むマイナス3分の y、 この項について係数はどうなるでしょうか。係数っていうのは文字の前にくっついている数字のことです。分数の場合ね、この文字が分子にあったらややこしいですが、マイナス3分の y って何と同じでしたっけ。というと、これはマイナス3分の 1y と全く同じ意味だったんですね。だから文字の前にくっついている数字、マイナス3分の1、これが係数やと分かります。ということで、ここでは項と係数について勉強しました。あとは自分でもノーヒントでできるように、学校の問題集などを使ってしっかり練習しておきましょう。ここでは一次式って一体何なんだということについて勉強していきます。
今後ね、数学において一次式とか二次式とか三次式四次式とかそういう言葉が出てきます。そのためにもね、今回のとこしっかり理解しておきましょう。じゃあ早速いきましょう。一次式って一体何なんでしょうか。というと、文字を含む項に注目したときに文字が一つだけのもの、それが一次式です。いくつか具体例見ていきましょう。 3x っていうのを見たときに、これ文字が x 一つだけですね。こういうの一次式です。次、この a たす2見てください。これの項っていうのは a と2ですよね。じゃあ文字を含む項を見たらね、文字を含む項っていうのは a です。そしたらこの a っていうのは文字が一つだけですよね。だからこれも一次式です。じゃあ次、プラス2っていうのはこれ一次式でしょうか。というと、プラス2っていうのはね、文字が一つもないですよね。一次式っていうのは文字が一つあってほしいんです。文字が一つだけのものです。だからこれは一次式じゃないです。じゃあ 3x2+2x-1、 これって一次式でしょうか。というと、まず項に分けます。項に分けると 3x2 とプラス 2x とマイナス1ですね。で、文字を含む項に注目します。そしたらね、ここはね、 x が一つだけです。がここはどうでしょうか。 x2 ってどういう意味でしたっけ。というと、 x2 は x×x っていう意味でしたね。 x を2つ掛け合わせていると。だからここは文字が2つなんです。一次式っていうのは、文字を含む項を見たときに文字が一つだけの式、それが一次式なんですね。だからこれは一次式じゃないと判断できます。と、まあ厳密に考えるとね、こんな感じなんですが、もうね、2乗とか3乗とか5乗とかあったこの時点で一次式じゃないです。以上を踏まえて今回の問題を見ていきましょう。次のアから O の式から一次式をすべて選ぼうと順番に見ていきましょう。まずア、これ一次式でしょうか、どうでしょうか。ちょっとこれ違いますよね。早速これ2乗があります。2乗ってことは文字が2つあるっていうことですもんね。これは一次式じゃないです。ダメな理由をしっかり書けばこの通りです。まあでも感覚的にはね、もう2乗がある時点でダメという感じです。じゃあ次 E 見ていきましょう。 E は一次式でしょうか、どうでしょうか。というと、文字が1つだけですよね。だからこれは一次式です。 OK です。次 U はどうでしょうか。 U はマイナス4ということでね、文字が1つもないと。一次式は文字が1つはないとダメなんでね、これもダメですね。しっかり書けばこの通りですが、イメージとしては文字がないからダメです。次 A はどうでしょうか。 A はね、ここにマイナス B というね、文字一つだけの項がありますよね。だからこれ OK です。じゃあラスト O はどうでしょうか。というと、 O はね、もうここに3乗がある、この時点で一次式じゃないですね。ダメです。しっかり書けばこの通りですかね。もう慣れてる人はこの3乗を見た時点でアウトにします。以上よりね、 E と A が一次式とわかるという流れです。ということで、ここでは一次式とはについて勉強しました。あとは自分でもノーヒントでできるように、学校の問題集などを使ってしっかり練習しておきましょう。ここでは一次式の加法と減法、足し算と引き算について勉強していきます。僕たちはここまでにね、文字を含む掛け算とか割り算については勉強しましたよね。ここからは足し算とか引き算です。早速見ていきましょう。 2x+3x って計算したらどうなるでしょうか。結論から言うと 5x になります。文字の部分が同じ足し算や引き算っていうのは、文字にくっついてる数字、係数っていうんでしたね。係数だけに注目して計算してその文字をつけます。今回で言うと x の部分が同じやから、数字の部分2と3に注目して 2+3 をして5やから 5x という感じです。で、この感覚に慣れてさえおけば計算の答えは出せますが、なんでそんなことが言えるんやっていうのも確認しておきましょう。で、それは何でかっていうと、分配法則の逆を使っているからです。分配法則ってまず何でしたっけ。というと、 A×B たす C っていうのがね、両方に行って A×B たす A×C、 AB たす AC にできるよと。これが分配法則でした。で、分配法則の逆っていうのはその反対でしたね。 AB たす AC があるときに A という形を作って、これ分配して括弧の中身が何やったら元の AB たす AC に戻ってくれるかなと。そしたら B たす C ですよね。これを使えばね、なんで 2x たす 3x が 5x になるんやっていうのがわかります。まずこのね、 2x たす 3x、 ここに x が両方ともありますよね。だからこれは x 括弧とできます。で、この x を分配したときに括弧の中身が何やったら 2x たす 3x に戻るかなと。そしたらこれ2たす3ですよね。じゃあね、この2たす3っていうのは計算すれば5なんで、で、この間には何算隠れてますっけ。ちょっと掛け算ですよね。つまりこれは x×5 とできます。x×5 ということは、これ文字の表し方のルールに従えば 5x となりますよね。
このように分配法則の逆を使えば、文字の部分が同じ時の足し算引き算は数字の部分だけ注目して計算すればね、答えを出せるというのがわかります。じゃあ次、x たす2たす 3x たす4、これ計算したらどうなるでしょうか。というと、文字が同じ項同士、そして数字の項同士で計算するということになります。これ何言ってるかっていうと、 x たす 3x の計算をするよ、そしてプラス2とプラス4の計算をするよということです。足し算っていうのは前にくっついてるプラスと一緒に動かせばね、順番変えても答え変わらないんでしたね。文字が同じ項同士の x たす 3x を計算しようと、数字同士のプラス2とプラス4を計算しようということです。そしたらまずはこの前半部分、 x たす 3x はどうなるでしょうか。というと、これ文字の部分が一緒なんでね、数字の部分だけ注目して計算します。じゃあこの x の前にはどんな数字が隠れてるでしょうか。というと1ですよね。だからこれは 1x たす 3x です。1たす3は4なんで、これの答えは 4x となりますよね。プラス2プラス4は当然プラス6となります。以上よりこの計算結果は 4x プラス6とわかります。そしてもう一つ大事なことは、これ以上は計算できないということです。文字の項と数字の項の計算はできないです。さっきみたいにね、分配法則の逆とか使えないですもんね。以上のことを踏まえれば今回の問題解くことができます。次の式を項をまとめて計算しようということで、括弧1は -3x プラス 2x-x ですね。項が3つになったところで一緒です。全部 x 文字の部分が一緒やから、数字だけに注目して計算します。-3 プラス2で、ここ何が隠れてますっけ？っていうと1が隠れてますね。-1の計算です。そしたらね、-3プラス2マイナス1、これ計算したらね、-4プラス2でマイナス2と分かります。だから求める答えは -2x となるという流れです。じゃあ次、過去に行きましょう。過去にね、5分の 2a たす2分の 1a ということで、分数でちょっとややこしいですね。ややこしく見えてもやることは一緒です。文字の部分が a と同じになっているんで、数字の部分だけに注目して計算です。5分の2プラス2分の1をします。分数の足し算引き算は通分するんでした。5分のと2分のなんでね、分母は10分ので合わすことができます。5分の2は10分の4、2分の1は10分の5ですね。あとは10分の4たす10分の5をすればいいだけです。ということで答えは10分の9へとわかるという流れです。次、カッコ3いきましょう。カッコ3は 5y-7 たす y たす2です。文字の項と数字の項が混じった足し算引き算ですよね。こういうのどうするんでしたっけ？っていうと、文字は文字で、数字は数字で計算するんでした。つまり 5y プラス y、マイナス7プラス2、この計算をするんですね。そしたら 5y たす y っていうのは 5y たす 1y のことなんやから、これは 6y です。そしてマイナス7プラス2っていうのはマイナス5ですよね。よって答えは 6y-5 とわかるという流れです。ラスト、カッコ4いきましょう。カッコ4はね、-4 分の1、-3 分の 7x、-4 分の5、プラス 2x と、ややこしそうですね。でもやっぱりやることは一緒。文字は文字で、数字は数字で計算していきます。まず文字の部分に注目すると、-3 分の 7x とプラス 2x ですね。数字の部分は -4 分の1と -4 分の5です。じゃあ文字の部分の計算は、-3 分の7、プラス2の計算をすることになります。やっぱり分数の足し算引き算なんで、これ通分する必要がありますよね。2っていうのはこれ1分の2のことです。1分の2っていうことは3分の6とも言えますよね。つまり文字の部分はね、通分すればマイナス3分の 7x プラス3分の 6x と、数字の部分はマイナス4分の1引く4分の5と、分母は揃ってます。そしたら文字の部分を計算すればマイナス3分の 1x となることがわかります。わかりにくければね、1つの分数にしましょう。数字の部分もね、同様にマイナス4分の6がわかります。あとはね、マイナス4分の6、約分したら2分の3なんでね、答えがわかるという流れです。ということで、ここでは一次式の加法と減法について勉強しました。あとは自分でもノーヒントでできるように、学校の問題集などを使ってしっかり練習しておきましょう。ここでは一次式と数の乗法、掛け算について勉強していきます。僕たちはここまでにね、一次式の足し算とか引き算については勉強しましたよね。ここでは掛け算、乗法について勉強していきます。で、早速ですが、2×3x を計算したら答えどうなるでしょうか。というと、6x になります。イメージとしては、係数の部分、数字の部分、2×3 を計算して6になって、それに文字 x をくっつけているというイメージです。で、なんでそんなやり方で答え出んねんっていうと、掛け算っていうのは順番を変えても答え変わらないからです。例えば、4×5
も 5×4 もね、順番変えても同じ答えになりますよね。で、今回の 2×3x も似たような考えです。というのも、2×3x、この 3x の間って何算が隠れてるでしょうか？というと、掛け算ですよね。つまり 2×3x っていうのは、2×3×x のことです。で、掛け算っていうのは順番変えても答えが変わらんと。つまり、どの順番で掛け算してもいいんですね。だから、2×3 をしちゃおうよと。そしたら6ですね。だから 6×x です。じゃあ 6×x っていうのは文字の表し方のルールに従って書けば 6x ですよね。だから 2×3x って 6x になるんです。じゃあ次 4×5x-6 を計算したらどうなるでしょうか？というと、この間何算が隠れてましたっけ？というと掛け算ですね。掛け算っていうことはこれ分配法則を使うんです。分配法則覚えてますか？ 2×3+4 っていうのは 2×3+2×4 ってできたんですよね。それと同じように 4×5x-6 というのは 4×5x+4×-6 というふうにできます。じゃあ 4×5x って 20x やんかと、 4×-6 って -24 やないかと。これにてね、答えは 20x-24 とわかるという流れです。このように分配法則を使って計算することも多いです。以上を踏まえて今回の問題見ていきましょう。次の式を計算しようということでね、括弧1は -4x×3 です。もうイメージ掴んでたら簡単でね、まず数字の部分を計算しようと。-4×3、-12 ですね。それに文字 x をくっつけて、答えは -12x とわかるという流れです。じゃあ次、カッコに行きましょう。カッコには -2 カッコ x-7 ですね。これやり方どうするんやったかなってと、さっき似たようなことやりましたよね。つまり、この間って何算が隠れてるんでしたっけ？ちょっと、掛け算が隠れてるんですね。だからこれ分配法則でいいじゃないかと。-2×x。-2×-7。この計算をやります。そしたらね、-2×x はね、-2×1x ということなんで、-2x です。で、-2×-7 は、-×-7 はプラスになることを注意して、2×7 は14なんでね、答えは -2x+14 とわかる。という流れです。じゃあ次、カッコ3行きましょう。カッコ3は、5y-3×4 という問題ですね。これね、後ろにかけるがありますが、やっぱりやることは一緒です。分配法則なんですね。5y×4、-3×4 とやります。そしたら、5y×4 は 20y じゃないかと。-3×4 は -12 じゃないかと。よって答えは 20y-12 とわかる。という流れです。じゃあ次、カッコ4行きましょう。カッコ4は、(3)-8x+12 です。これなんかね、分数があって意見ややこしそうですが、やっぱりやることは一緒ですね。だってこの間って掛け算が隠れてますもんね。だから(3)をね、こうやって分配法則で計算します。(3)×-8x プラス(3)×12 です。じゃあ(3)×-8x どうなるかっていうとね、まずプラスかけるマイナスなんで答えはマイナスですね。だから(3)×8x っていうことは1/8x、分母の1が隠れてるんですね。そう考えると約分ができると。1、2となると。だから(3)-2x で -6x です。後ろも同様にこれ1/12、分母に1が隠れているんですね。だから約分したら1と3やと。ということで 3×3 でプラス9。答えは -6x プラス9とわかる。という流れです。じゃあ次、カッコ5行きましょう。カッコ5もね、見た目むっちゃややこしそうですよね。でもやることは一緒です。後ろにかける-20があるんでね、分配法則すればいいですね。-5/7x かける -20、そして -4/5かける -20 です。そしたらまずは前半、-5/7x かける -20、どうなるでしょうか？っていうと、やっぱりこれもね、1/20ということなんでね、約分を考えれば、これマイナスかけるマイナスプラスになるんで、+28x です。後半も同様に、これ1/20なんでね、約分を考えれば、-5かける -5 となってね、+25ですよね。よって答えがわかるという流れです。ということで、ここでは一次式と数の情報について勉強しました。あとは自分でもノーヒントでできるように学校の問題集などを使ってしっかり練習しておきましょう。ここでは一次式と数の除法、割り算について勉強していきます。僕たちは前回ね、一次式と数の除法、掛け算についてやりました。今回やるのは除法、割り算です。とはいってもね、やり方は掛け算の時とほとんど一緒です。6x÷2 計算するとどうなるでしょうか？というと 3x になります。イメージはね、掛け算の時と一緒で、6÷2、数字の部分の計算をして、それが3になると。
で、そこに文字 X をくっつけて 3X というイメージです。で、なんで掛け算の時と同じように計算できんねんっていうと、割り算って掛け算にすることができましたよね。割る A 分の B って掛けるに直したらどうなりましたっけ？っていうと、分母と分子がひっくり返って、かける b 分の a にすることができましたね。小学校の時、分数の掛け算割り算で習いました。この考えを使えばね、6x 割る2ってどうできるかっていうと、割る2っていうのは、強引に分数に直したら、割る1分の2ですよね。この割る1分の2を掛け算の形にしたら、分母分子がひっくり返って、かける2分の1です。掛け算の形になってしまえば、これまで勉強した通りですよね。6×2 分の1に x をつけると、6×2 分の1は3なんで、3x が答えとわかるという流れです。こういう理屈が根っこにあってですね、6x 割る2の計算というのは、6割る2の3に文字 x をつけて 3x とわかるよと。で、すっと答えが出せない場合は、ここで見た通りね、割る a 分の b をかける b 分の a にするようにね、分数の掛け算の形に直せば答えを出すことができます。以上を踏まえて今回の問題を見ていきましょう。括弧1は 12x÷-4 という問題です。これはもうね、数字の部分が 12÷-4 ということでパッと答え出せましたね。12÷-4 は -3 です。それに文字 x をつけて -3x が答えとわかるという流れです。もちろん、÷-4 の部分をね、かける -4 分の1と分数の掛け算の形に直すやり方でも OK です。じゃあ次、括弧に行きましょう。括弧には 21a÷-5/7 という計算ですね。これはなかなかね、21÷5/7っていう計算はパッとはできないでね、一回分数の掛け算の形に直すのがいいです。÷-5/7っていうのは、分母と分子がひっくり返って、かける -7/5 とできますよね。そしたらあとは約分です。分母にある7と分子にある21、約分できます。1と3ですね。そしたら残った 3a×-5。これ計算すれば、-15a が答えとわかる。という流れです。じゃあラスト、括弧3行きましょう。3/4x-5÷15/1という問題です。これはもう考えにくいんでね、分数の掛け算の形に直す必要がありますね。÷15/1っていうのは、×1/15、つまり15のことです。そしたらね、この3と15を約分したら1と5なんで、結局 4x-5×5 ということになります。そしたらあとは分配法則でね、4x×5 と -5×5 なんでね、答えは 20x-25 とわかるという流れです。ということで、ここでは一次式と数の除法、割り算について勉強しました。あとは自分でもノーヒントでできるように、学校の問題集などを使ってしっかり練習しておきましょう。ここでは一次式の加法と減法について勉強していきます。ここまでね、文字のある足し算、掛け算、加法、減法とか、一次式の掛け算とか割り算、除法について勉強しましたね。今回やるのは、一次式同士の加法と減法、足し算、引き算です。で、それをやる前にね、まず大切な知識があるんで、それを再確認しておきましょう。括弧をどう外すかということです。何の話やというとね、a+b-c って、この括弧外したらどうなりましたっけ？というと、a+b-c となりましたね。これ、プラスと何もない。何もないっていうのはプラスが隠れてるから、プラスとプラスでプラスで外れるよと。で、プラスとマイナスはマイナスで外れるよと。こういうのを勉強しましたよね。掛け算の時と同じように、同じ符号ならプラスとプラスとか、マイナスとマイナスならプラスで外れて、異なる符号、プラスとマイナスとか、マイナスとプラスの時はマイナスで括弧が外れるんでしたね。じゃあ、a+(-b)c、これどう外れるでしょうか。っていうと、プラスとマイナスはこれマイナスで外れると。で、プラスとプラスはプラスで外れると。違う符号、プラスとマイナスならマイナスで外れて、同じ符号、プラスとプラスならプラスで外れるんでしたね。同様に、a-b-c はどう外れるでしょうか？っていうと、ここ何もない。何もないってことは、プラスが隠れてて、マイナスとプラスはマイナスで外れて、マイナスとマイナスはプラスで外れると。もう OK ですよね。a-b-c も同様です。マイナスとマイナスはプラスで外れて、マイナスとプラスはマイナスで外れます。この知識があればね、今回の問題解くことができます。例えば、括弧1、2a+5+(-4a+1)。これどうすればいいかっていうと、まず、括弧を外していくんですね。まず、前の括弧、2a+5っていうのはね、そのまま普通に外れます。後ろの括弧は、プラスとマイナスなんで、マイナスで外れる。プラスとプラスは、プラスで外れると。このようにですね、与えられた式は、括弧を外すことができます。
ちなみにね、与えられた式のことを様式って言って、こうやって表現することも可能なんでね、式書くの面倒な時とかは楽ちんですよね。で、ここからはね、文字は文字同士、数字は数字同士で計算するんでしたね。2a とマイナス 4a、これ計算したらマイナス 2a です。プラス5とプラス1、これ計算したらプラス6です。よって答えはマイナス 2a 足す6とわかる。という流れです。じゃあ次、カッコに行きましょう。カッコには 9x-2 引く 8x-3 という問題ですね。これもやっぱりカッコを外していきます。で、前のカッコはね、さっきと同じようにそのまま外れるんですが、後ろがやっぱりポイントですね。マイナスと何もない、何もないということはプラスが隠れているんで、マイナスとプラスはマイナスで外れて、そしてマイナスとマイナスはプラスで外れます。で、次はカッコ1と同じように、文字は文字同士、数字は数字同士で計算します。9x とマイナス 8x、これ計算したら 1x、x ですよね。マイナス2とプラス3、これ計算したらプラス1です。よって求める答えは x 足す1とわかるという流れです。ということでここでは一次式の加法と減法について勉強しました。あとは自分でもノーヒントでできるように学校の問題集などを使ってしっかり練習しておきましょう。ここでは分配法則と一次式の計算について見ていきます。今回の問題を解くために必要な知識を再確認していきましょう。まずこの計算どうやったらいいでしょうか。というと分配法則を使って括弧を外していきます。分配法則こうやってやるんでしたね。つまり 2×3x 足す 2×-4 マイナス 5×6x マイナス 5×-7 です。そしたら 2×3x は 6x プラス 2×-4 はマイナス 8 マイナス 5×6x はマイナス 30x マイナス 5×-7 はプラス35ですよね。じゃああとはね、文字は文字同士、数字は数字同士計算するんでした。6x-30x は -24x。-8 プラス35はプラス27。よって答えは -24x プラス27とわかるという流れです。今回の問題はこの分配法則をやるだけです。括弧1から見ていきましょう。括弧1、この問題ですね。やっぱりやることは分配法則です。4×-2a、足す 4×+5、-2×-5a、-2×+3 です。そしたらね、4×-2 は -8a、そして 4×+5 は+20、-2×-5a は+10a、そして -2×+3 は -6 です。慣れてる人はね、もうこの行を書かずに一気に頭の中でやってここに行きます。あとは文字は文字同士、数字は数字同士の計算ですね。-8a、+10a は +2a、+20 と -6 は +14。よって答えは 2a プラス14とわかる。という流れです。じゃあ次、カッコに行きましょう。カッコにも同様ですね。分配法則です。-9×8x、-9×-7、+6×5x、+6×-4 です。じゃあ、-9×8x は -72x、-9×-7 は +63、+6×5x は +30x、+6×-4 は -24 ですよね。じゃああとは、文字は文字同士、数字は数字同士計算していきます。-72x と +30x は -42x。+63と -24 は+39。よって答えは -42x プラス39とわかる。という流れです。ということでここでは分配法則と一次式の計算について勉強しました。あとは自分でもノーヒントで解けるように学校の問題集などを使ってしっかり練習しておきましょう。ここでは文字を使った式の利用について勉強していきます。今回の問題のようにマッチ棒を並べて正三角形を作っていくときに正三角形を N 個作る場合にマッチ棒は何本必要ですかと数学ではこういう問題よく出てきます。で、今回のようにね、文字を使った式で表すにはコツがあります。それは何やっていうと具体例から規則性を見つけて式を作って文字に置き換えようということです。何言ってるか早速問題見ていきましょう。カッコ1は正三角形を4個作るときにマッチ棒は何本必要になりますかという問題です。そしたらね、カッコ1だけならこの図を見ればわかりやすいですよね。正三角形が1個、2個、3個、4個できてます。だからね、カッコ1の答えだけ欲しいならもう数えてしまえばしまいです。1本、2本、3本、4本、5本、6本、7本、8本、9本、答えは9本とわかります。ただ、このやり方をしちゃうとね、カッコに正三角形を N 個作るみたいな文字で言われた時に困るんですね。僕らがカッコ1でやるべきことは、この4個という具体例を使って、なんとか規則性を見つけて、式を作りたいと。
式さえできてしまえればね、その4個の部分を文字 N 個に置き換えればしまいですもんね。ということでね、ここからね、このマッチ棒を数え上げる規則を見つけていきましょう。まずは正三角形が1個の時を考えます。この時マッチ棒は1、2、3だけですね。でそこから2個目を作る時にマッチ棒は1、2と2本追加すれば正三角形2個目ができますね。そして3個目の正三角形を作る時も1、2と2本加えれば3つ目ができます。4個目も同様です。1、2と2本加えれば4つ目もできます。今の式に表していってみましょう。1個目の正三角形はマッチ3本で作れますと。2個目の正三角形はその3本に追加で2本必要やったよと。で次大事な3個目の正三角形をどう考えるかなんですが、最初の3本に追加の2本を1回2回と2回やるんですね。式にするとこうです。最初の3本に追加の2本を2回やるよと。4個目も同様に考えます。最初の3本に追加の2本を1回2回3回したら4個目の正三角形が出てきますね。だから式は3本足す2本かける3回となります。あとはこれを計算すればね、答えが出てきます。2×3 は6なんで、3足す6で9やと。よって答えは9本とわかる。という考え方です。じゃあ次、カッコに行きましょう。カッコには正三角形を N 個作りたいと。その時、マッチ棒が何本必要になるか、文字を使って表すんですね。で、ここでカッコ1が効いてきます。カッコ1でどう考えたかっていうと、1個目3本あって、2個目以降を作るときは、この2本を追加していくというふうに考えたんですね。2個目を作るときは追加が1回と、何もないってことはかける1回ということですもんね。3個目の正三角形を作るときは2本を2回追加したよと。4個目を作るときは2本を3回追加したよと。じゃあ N 個目を作りたいとき、一体2本を何回分追加したらいいでしょうか。というと、2個目を作りたいときは1回追加してます。3個目を作りたいときは2回追加してます。4個目を作りたいときは3回追加してます。全部マイナス1になってますよね。だから N 個目を作りたいときはそれをマイナス1した N-1 回追加したらいいなということがわかります。ということで式出ましたよね。3足す 2×N-1 です。あとはここ分配法則してね、計算整理していくだけです。この 3-2 のとこはね、1と整理できるんで 2N 足す1本とわかるという流れです。実際ね、もし正三角形を4個作るとしたら、この N のところが4っていうことなんでね、代入すれば 2×4+1、計算すれば9になりますよね。9本必要やとわかると。これは括弧値で求めた9本と一致してますよね。だからもし正三角形100個作りたいなと思ったらどうしたらいいかっていうと、この N のところに100を代入するんですね。そしたら 2×100+1 で、マッチ棒は201本必要やとわかると。このようにね、文字で表しておくと便利なんです。ということで、ここでは文字を使った式の利用について勉強しました。とにかく大切やったことは、具体例から規則性を見つけて、式を作って文字に置き換えるということです。で、今回紹介した方法っていうのはね、あくまでも一つのやり方で、他の方法もあります。そのやり方でね、この答えにたどり着いた人ももちろん OK です。ということで、あとは自分でもノーヒントでできるように学校の問題集などを使ってしっかり練習しておきましょう。ここでは等式について勉強していきます。ここで勉強する等式とか、この後に勉強する不等式っていう言葉は、今後の数学でね、もう当たり前のように何度も何度も出てくる重要な言葉です。もしもね、A と B が等しいっていうことを等式で表してって言われたらどうしたらいいでしょうか。というと、A イコール B です。等式って言われたらこのイコールを使います。等式っていうのは等しい式ですもんね。このようにね、等号イコールを使って等しいっていう関係を表した式、それを等式と言います。で、この等式に関してね、他にも重要な言葉があるんでね、それをまず確認しておきましょう。等式 A イコール B において、左辺は何ですかとか、右辺は何ですかとか、両辺とか言われることがあるんですね。この時に何を指しているかっていうのも分かっておきましょう。左辺っていうのはね、その名の通り、このイコールの左側にあるものです。つまりこの A イコール B においては A ですよね。同様に右辺っていうのはイコールの右側にあるもののことやねんから、右辺はって言われたら B です。で、両辺っていうのはイコールの両側のことなんでね、A と B ということになります。このね、等式 A イコール B っていう表現ももちろん大切なんですが、それに関連するね、左辺とか右辺とか両辺という言葉もしっかり押さえておきましょう。では今回の例題見ていきます。
次の数量の関係を等式で表そうという問題ですね。ゴニャイコールコニャという形を作ろうということです。で、括弧1は1個60円のみかんを X 個と1個90円のリンゴを Y 個買った時に代金が750円でしたと。これを等式で表そうということです。で、もしね、この文字を使った式が浮かびにくい場合はどうしたらいいんでしたっけ？っていうと、まず具体例を考えるんでしたね。例えば1個60円のみかんを2個、90円のリンゴを3個買ったとしましょう。この時代金ってどうなるかなと。そしたら60円のみかんが2個ということなんで60円 ×2 個と90円のリンゴが3個ということで90円 ×3 個の合計ですよね。だから 60×2 足す 90×3 っていうのが代金とわかります。で、このように具体例から式が見えればあとはね、文字に戻すだけです。60円のみかんを X 個、90円のリンゴを Y 個ということなんでね、その代金っていうのは60円 ×X 足す90円 ×Y と表すことができます。そしてそんな代金が750円だったよと言ってくれてるんでね、これで等式作れますよね。 60×X 足す 90×Y が750だったよと、その式を作ると。あとはね、 60×X は ×を省略して 60X と表すんでしたね。同様に 90×Y も 90Y です。これにてね、 60X 足す 90Y イコール750という等式が完成するという流れです。じゃあ次括弧に行きましょう。ある数 A を3倍して4を加えた数っていうのはある数 B から5を引いて2倍した数に等しいよと。これもね、それぞれ式を考えます。ただまあ今回は具体例考えんでもね、このそれぞれ見ていったらなんとなく式わかりますよね。ある数 A を3倍して4を加えるっていうことは何算してるんかなと。 A を3倍なんで掛け算です。 A×3 ですね。それに4を加えるっていうことはこれ足し算です。 A×3 足す4のことですね。同様に後半もある数 B から5を引いて2倍すると、 B から5を引くっていうことは引き算です。 B-5 のことですね。それを2倍すると、だから B-5 を2倍するんでね、 B-5×2 なんですが、この書き方やったらダメですよね。なんでかっていうと、この式を見た時に僕らどっから計算するでしょうかっていうと、掛け算がね、足し算引き算より先なんで、最初に 5×2 を計算することになります。でも今回言ってるのは、B から5を引いた数、その数全体を2倍してくれって言ってるんでね、B-5 全体を2倍しないとダメです。じゃあ、全体を2倍する、それを表すにはどうしたらよかったでしたっけっていうと、括弧をつけたらよかったですよね。つまり後半っていうのは、括弧 B-5×2 と表すことができます。それが分かれば等式作れますね。この前半部分の数と後半部分の数が等しい。等しいってことはイコールですって言ってるんやから、前半部分の数イコール後半部分の数と、このように式を作れます。じゃああとはね、左辺イコールの左側を整理すれば、A×3 は 3A とできてね、3A 足す4です。右辺イコールの右側を整理したら、これ分配法則ができるんでね、B×2。マイナス 5×2 ということで計算すれば 2B-10 です。これにて整理できたんでね、等式が完成するという流れです。ということでここでは等式とはについて勉強しました。あとは自分でもノーヒントで解けるように学校の問題集などを使ってしっかり練習しておきましょう。ここでは不等式について勉強していきます。僕たちは前回ね、等式については勉強しました。イコールが等式でしたね。不等式っていうのは代償関係を表すものです。早速見ていきましょう。僕たちは不等式をマスターするために4つのことを分かっておく必要があります。まず1つ目、A は B 以上っていうのを不等式を使ってどう表せばいいでしょうか。例えばですね、X は3以上の数だよとか、そういうのを表現したいときに数学でね、どうやって表すかということです。で、A は B 以上っていうのは、A、大なりイコール B というように表します。これ、大なりイコールと読むのもポイントです。だから、もし X は3以上だよっていうのを表したいとき、X 大なりイコール3と、このように表します。で、やっぱりこのね、以上という言葉で大切なことは、その数になるのも OK やったんですね。この、X 大なりイコール3っていうのは、X は3より大きい数か、もしくは X がちょうど3でも OK ということなんです。で、それに似た表現でね、A は B より大きい、より大きいというものがありますが、これは不等式でどうなるかっていうと、A 大なり B となります。このさっきとの違いがやっぱり大事ですね。以上の場合はここイコールがあったと。で、今回より大きいの場合ここイコールがないんですね。というのも、日本語でより大きいという表現は、その数自身を含まないんでしたね。
x は3より大きいって言われたら、x イコール3になるのはダメです。それより大きい数じゃないとダメなんですね。そしてこの x は3より大きいというのを数学で表現すれば、x 大なり3となります。この大きい時は大きい方が開いているというのがポイントです。じゃあ次、ちっちゃい時を考えてみましょう。a は b 以下っていうのは不等式でどう表すでしょうか。例えば、x は3以下の数だよとか、そういうような場合です。というと、a 小なりイコール b と表します。今回は小なりなんですね。さっきは左が空いてる、左が大きい時、こういう時は大なりとなります。今回は左が閉じてる、左が閉じてるっていうことは、左の方がちっちゃくて右が大きいよという意味です。そういう時は小なりとなるんですね。そしてやっぱり大切なことは、このね、以下という日本語の表現は、その数になるのは OK だよということです。x は3以下って言われたら、これ x イコール3も OK なんですね。そしてこれを数学で表現すると、x 小なりイコール3のようになります。じゃあ最後にもう一パターン見ておきましょう。それは、a は b 未満って言われた時にどうするかということです。で、最初に分かっておきたいのは、この未満っていう表現は、より小さいと全く同じ意味です。で、より小さいと同じ意味ということは、その数自身は含まないということが大切です。つまり、x は3未満って言われたら、これは x は3より小さいと同じ意味なんでね、x イコール3になるのはダメだよと、x は3になったらダメで、それより小さい数だよという意味です。ですから、もう薄々想像ついていると思いますが、a は b 未満っていうのを数学で表したら、a 小なり b となります。以下の時はね、イコールを入れるんですが、未満の時はね、イコールはダメなんで、入れちゃダメだよと。そして、この具体例、x は3未満っていうのを不等式を使って表すと、x 小なり3となります。以上を踏まえてね、今回の問題を見ていきましょう。次の数量の関係を不等式で表そうということで、括弧1は5人が x 円ずつ出すと1万円以上になるよという問題です。で、基本的な考え方は等式の時と同じです。つまり、文章をよく読んでね、なんとか具体例とか考えて式を作ろうということです。5人が x 円ずつ出すっていう時は、どんな式になるかなと。例えばね、これが1000円やったらどんな式になるかなと。5人が1000円ずつ出すと。ということは5人かける1000円ですよね。だから、x 線の時も一緒で、5人 ×x 線やなと、そのように式が見えてきます。そして、そんな5人 ×x 線が1万円以上になる。1万円よりも大きいか、1万円直帰しになるよって言ってるんやから、もう不等式に表せますよね。以上ということは、大なりイコールです。5人が x 線ずつ出した方が、1万円よりも大きくなるか、1万円直帰しになるっていうことなんでね、大なりイコールです。あとはね、この 5×x っていうのは×を省略して 5x と表すのがルールなんで、5x 大なりイコール1万となって不等式に表せたという流れです。では次、括弧に行きましょう。ある数 a を3倍して4引いた数は、ある数 b を5を足して2分の1倍した数より大きくなるという問題です。つまり、前の数が後ろの数より大きいんですね。では答えはざっくり見えます。前、大なり、後ろです。あとはこのね、前の数とか後ろの数を動式にしようかというところです。じゃあね、もうこの前はそのままですね。a を3倍して4引くと、a を3倍っていうことは何算ですかっていうと掛け算です。a×3 ですね。それから4引くっていうことは引き算。つまり a×3-4 です。次はじゃあ後ろの数を式にしましょう。ある数 b に5を足して2分の1倍する。足す5をして掛ける2分の1するということなんでね、b たす5かける2分の1とこのように表しそうですが、これじゃダメですよね。というのもこの書き方やとね、どこを最初に計算するでしょうかっていうと、5かける2分の1を最初に計算せなダメなんで、5かける2分の1に b を足してるよという意味になります。そうじゃなくて、僕たちは b に5を足したその後にその全体を2分の1倍するということなんでね、 b たす5全体を2分の1倍する全体を表すには括弧が必要やったんですね。だからね、後ろの数は、括弧 b たす5かける2分の1となって、これにてね、前、大なり後ろ、前の数は後ろの数より大きいよという不等式が表せます。では、じゃあ、あとはすっきり整理するだけですね。a かける3は 3a とできます。3-4 はね、これ以上まとめられないんで、このままです。で、後半の方、b たす5かける2分の1。まあ、一つのやり方としては、分配法則ですね。b かける2分の1たす5かける2分の1で、2分の b たす2分の5となります。もしくはね、2分の、b たす5というように一つの分数にするのももちろん OK です。
じゃあ次、カッコ3行きましょう。1個 X 線のチョコ6個と1個 Y の飴12個を買うと代金は1000円以下になるという問題です。これもね、文字を使った式に表していくんですが、それが見えにくい場合は具体例が有効です。例えば、1個50円のチョコ6個と1個10円の飴12個やったら代金はどうやって表されるかなと。そしたら50円 ×6 個足す10円 ×12 個が代金になりますよね。そしたらそれをね、文字に戻すと。X 円のチョコ6個と Y の飴12個やったら X×6 足す Y×12、 これが代金です。そしてそんな代金が1000円以下っていうことは、以下っていうことは小なりイコール1000と表せばいいんですね。で、このように式にしてしまえばあとは整理するだけですね。 X×6 は 6X、 Y×12 は 12Y、 よって 6X 足す 12Y 小なりイコール1000とわかるという流れです。じゃあラストカッコ4いきましょう。1個60円のみかんを A 個、1個90円のリンゴを B 個買って500円出すとお釣りがあったと言ってます。で、これはしっかり考えなダメですね。お釣りがあったっていうことは、この代金、60円のみかん A 個と90円のリンゴ B 個買った時の代金って500円より高いんでしょうか、安いんでしょうか。買い物想像してください。500円出してお釣りがあったんです。というと安いんですね。もし500円よりも高かったらそもそも買えないですもんね。お釣りが返ってくるってことは500円より安かったということです。これで式にできそうですね。代金が500円未満やということが分かったんです。ということは60円 ×A 個足す90円 ×B 個の代金が500円未満だった、500円よりちっちゃかったということで小なり500です。あとは整理すればね、 60A 足す 90B 小なり500と出てくるという流れです。ということで、ここでは不等式とはについて勉強しました。あとは自分でもノーヒントでできるように、学校の問題集などを使ってしっかり練習しておきましょう。